はい、速稼塾の久保です。持ち家なのか賃貸なのかということと同じぐらい量なのか質なのかってことは論じられるんですよね。で、やっぱり多くの人がね、質じゃなくて量じゃないかなと、まずは量なんだろうなと思うんですけども、この量っていう感覚がまたね、しょぼいということなんですよ。数百本やってそれは量やったっていう人がねいるんですけども、数百本で量と言えるぐらいの一本一本が工夫されているのかって見るとね、それはちょっとないんではないかなと思うんですよ。で、逆にですね、たくさんやることができないんで、自分は効率よく質をね高めていって成功したいんですって方がいらっしゃるとしたら、いや、そんなに質のいいことって最初からできるのかなと。そしてですね、量と質どっちなのかなって考える時点でもうすでに質が悪いんですよ。思考の質が、いや、そんなの圧倒的な量に決まってるんですよね。量をやるからこそ、吉谷さん言われたように信頼もつきます。だってなんかネットビジネスのセールスの人って、例えばね、 YouTube の本数極めて少ないんですよ。で、メルマガもそんなにやってないしね、 SNS の更新頻度はしょぼいし、メールの返信は遅いし、そういう人によくお金を払うなと思うんですけども、いろんな判断基準があるんでね、そういう人についていっちゃう人もいるのもしょうがないかなと思います。でも私は吉谷さんっていうのはとにかく場数多いですね。多分この業界随一と言ってもいいぐらい、量はあるんじゃないかなと思いますよね。今日の話はね、実は速稼塾のジェネシス2020年度版ってのがもうできてるんですよ、ね、サイトが。で、ここに搭載されてるのがなんとですね、2018年の速稼塾第1期、2018年の第2期、2018年の第3期、第4期とあるんですよ。で、2019年の第1期、第2期、第3期、第4期まで搭載されてますね。で、しかもいつもの特典もついてます。2016年の速稼塾、2017年の速稼塾、2013年の速稼塾、まあその他にも、要するにですね、2013年から私が速稼塾をオギャーと始めた時から2019年の12月31日まで全てが特典で入ってるんですよ、ね、私がやっていくと包み隠さず全て動画化してるんですよ。私は速稼塾を始めた瞬間から全ての記録を取ってるんですよね。で、動画にしてアップロード、動画にしてアップロード、YouTube のアカウントよく持つなと思いますよね、本当に。私2013年から7年間丸々毎日 YouTube に自分の速稼塾をアップロードしてるんですよ。で、一般公開動画ね、これがね、やっぱり5000本から6000本ぐらいあるんですけども、非公開動画っていうのはね、なんとね、その数倍あるんですよ。で、私の特質としてはワントゥワンの動画を多分この業界で一番最初にやった人間なんではないかなと思うんですよ。で、ワントゥワン動画っていうのは多分私のことを真似してやってる人は多いんですよ。まあだから私に権利があるっていうわけじゃないですよ。みんな真似してくれればいいんですよ、全然。誰が一番初めに始めたかなんてことはあんまりこだわらないんで、結局皆さんがこのワントゥワン動画の威力を認識してくださればね、それでいいと思うんですよ。で、話を戻しますけども、私はワントゥワン動画極端に多いんですよ。これが3万本くらいあると思います。で、塾生さんが単純に1000人なんですよね。その1人に30本のワントゥワン動画は最低送ってるわけなんですよ。そうなってくると3万本とかすぐ行くんですよね。まあなかなか面白いなと思うわけですよね。ということでね、質なのか量なのかっていうことなんですけども、それは量に決まってるでしょうってことですよ。だから質なんじゃないかなって言ってる人の思考は質が悪いんですよ。まずは量しかありません。その量もですね、1000本1単位、1万本1単位、このぐらいですね。で、時とともにこの量っていうものはどん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 グレードアップしていきます。なぜなら以前は100で量と言ってた人が、だったら100ぐらいやろうかなというふうにワンサが現れてきて、100じゃ差別化できないから、じゃあ500かなっていう感じでどんどんインフレしてるんですよ。このインフレーションは止まりません。で、外注して自分のアカウントにコンテンツを増やす人もいるんで、そういうのも考えるとですね、やっぱりね、数千個で初めてスタートラインかなって思うのがちょうどいいと思います。億万長者合宿もそうなんですけども、億万長者になるっていうのはどういうことかっていうと、1円を1億個集めるってことなんですよ。吉谷さん同じ発想してますよね。日本人1人から1円もらうと1億円になるって、まさにそれなんですよ。私の場合は、その1つのアクションで大量の金額を集めようとしてるわけではないんですよ。1個のアクションで少し、それをたくさんやって億という金額を積み上げてきたのが速稼塾でございます。だから量をやることから逃れられません。で、元来ね、日本って、人間って
そこそこの量をやらないと自分が何者なのか分かんないようになってるんではないかなと思うんですけどね。そうじゃなくてちょっとやっただけでできる人、分かる人、その人は天才です。私の動画を見る必要は全くありません。その方にはさよなら。でもね、やっぱり量をやらなきゃいけんなと、やるきっかけをつかまなきゃいけんなって方はぜひこの動画次も見てください。それではいってらっしゃい。